主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておぼれき、パーソナリティのケリーです。皆月です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。はい、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はいよ。はい、おもれき531回になります。531、はい、はい。最近ですね、どうしたの？美味しい芋焼酎と出会いましてですね、先週はふかし芋で今週は芋焼酎。そう、はい、爆飲みしてます。爆飲み、はい。なんという銘柄ですか？ダイヤメってご存知？あ、知ってる。美味しいよね、ダイヤメ。ライチの味する。そう、フルーティーでね、うん、すごい好きです。私もケリーサンシティで時々友達に連れてってもらう居酒屋で、最近こういう焼酎手に入ってって言って、ライチの味するんだよって言って、ライチの味も、えーって言って、本当だって思ったの。その時は試し飲みしかしなかったんですけど、じゃあ今度別の大都会で別の飲み屋に行ったら、大都会の別の飲み屋、はい、本当はまたで、そのだわりがうまいよって言われて、あ、そうで飲んだらぐっちゃうまいのよ。そうで、なんか最近はね、もうどこでも手に入るよって言ってて、そう、そうなんだと思ってスーパー行ったら置いてるから、置いてあるね、そっから買いまくってます。うん、最近はリカーショップに行って一升瓶で買ってます。ああ、でかいやつあるね、たまに。でかいやつってあんまり売ってないよね。だからリカーショップであって、まあ、値段は変わらない。ちょっとちっちゃいやつよね、大体。4号瓶じゃないですか。一升瓶も、まあ、比例した値段なんで、別に割安感は特にないんですけど、あれ、一人で一升瓶飲めちゃうね。一升瓶4号瓶開けちゃうもん、飲みやすすぎて。炭酸割りうまいな。で、濃いめに作るとうまい。ちょっとレモン入れたりとかでもしね。あ、そう、あ、いいね。あ、なんだ、水月さん知ってたんだ。いや、そうだ、俺もこの春か、この春に鹿児島ちょっと旅行に行ってて、あ、そう、ならなんか店にライチの香りですごい飲みやすいって書いて、僕はあんまり好きじゃないんですよ、焼酎って。あ、そうなの。うん、で、たまたまじゃあちょっと炭酸割りで飲んだらめちゃうまいやんと思って、グビグビいけるよね。そうで、わざわざ鹿児島のスーパーで2本買って2本郵送で送ってで、しばらくしてスーパー行ったらあるやんと、普通に。普通の値段で日本はわざわざ抱えて飛行機で買ってきたのに、そうそう手に入るもんじゃないと思って、そうそう、うわこれはとか思ったら、まず空港にめちゃめちゃでかい看板があったんですよ。あ、そうなの。鹿児島空港にね、あ、この瞬間にあれとか思ってなんであんな味、香り味になるんだろうね。なんでしょうな、とても芋からできたものとは思えないよね。確かにあれ美味しい。ちょっと焼酎はね、臭さがまたあれはあれでいいんですけれども、ここまで進化するんだっていうので、ね、芋焼酎とは思えないね。なんか違う飲み物です ねカクテルみたいな。本当にもうちょっと我が家なくなりかけてるんで、もったいないので、今今日月で我慢してますけど。今日月はダメでしょいや、聞いてないかな、焼酎作ってる倉本さんね。ああ、ぜひね、ダイヤメ、ね、もちろん他の芋焼酎もキリさん大好きですので、薩摩白波あ、今ね、海飲んでます。あ、海ってありますね。あとね、あ、もう黒霧も行きつけの居酒屋にボトルで置いてるし、ジュンとかじゃないの、ジュンレジェンドとかじゃないの、こんな洗剤みたいなやつじゃないの、大五郎とか、まあ、その辺は飲まない。今日月はなんか何でも割っても美味しいから、まあ、ね、一応そういうので置いてますけれど、もうちょっとダイヤメは今、まあ、今年のちょっとカルチャーショックでしたね。タイ日系トレンディーに乗ると思うよ。あ、まあ確かにどこのスーパーにもあるね、今本当に。ちょっとそれもありがたみがなくて、まあ、まあ確かに ね、うちもちょっと、うちの一番近所のスーパーにはなかったんで、見つけたら
常に買うようにしてたけど、まあ、ちょっとどこでもありすぎてもいいやっていう感じにね。しかも鹿児島よりちょっと安いんだよね。あ、そう、そうだね。自分で現地に買いに行くよりスーパーの流通のいろんなあれがあるんでしょうけど、はい、ぜひですねダイヤメ王暦公認のあれはなかなか美味しい、ね、美味しい芋焼酎です。ぜひ飲んでみてください。本当友達に勧めてもさ、いやいいと思います。いやめっちゃうまかったって。特にね、うん、焼酎嫌いだとかね、あんな臭い目やつ嫌だっていう人にはちょっと全然ジュースみたい、美味しいですね、うん、ジュースみたい、うん、で酔わないんだよね、大してね、まあ、そうなの、うん、そりゃ君の大してなんじゃない。はい、さて今回はですね、うん、焼酎もね、グルメです。これも江戸のグルメ、また江戸グルメシリーズ、はい、やってまいります、はい、うん、はい、今回3回目ですね。3回目、はい、参考にしておりますのは江戸のヒット仕掛け人という本で、うん、檜山義明さんがお書きになって東京新聞から出ておる本です。はい、はい、東京新聞はね中日新聞のことですから、はい、東京新聞は中日新聞の東京本社、東京支社、東京版ですね、はい、はい、ですのでおもれき公認の新聞です。はい、はい、こんだけアピールしても誰も何も言ってくれないけどね、失笑が漏れてますけど、うん、さて今回はですね、はい、まず最初田楽、豆腐田楽、田楽、お豆腐の田楽、はい、を紹介します。はい、ね、元禄16年1703年の11月23日、うん、午前2時、えらい詳しいな。南関東で大地震が起こります。地震、元禄地震だそうです。うん、はい、あったこんなの、元禄地震ね、大河でもやってた、忠臣蔵のあとでいつ、ね、もう八代将軍吉宗とかでもやってるってことだよね。 あまりこの場面は記憶がございませんが、なんか証券がうろたえてたような記憶もあるけどな。100年前の関東大震災よりも地震の規模が大きかったと想定されています。なるほど。で死者ですが、うん、小田原で2300人、うんうんうん、で江戸で3700人だそうです、うん、で小田原から品川だから、まあ、神奈川エリア、うん、で、神奈川、今で言うと神奈川県エリアで1万5000人おで、房総半島の方では1万人が犠牲になったようです、うん、当時としては大規模だよね。赤穂浪士の打ち切りから2年後ですね。元禄14年ですから、うん、じゃあなんだっけ、うん、殺される人なんだっけ、赤穂浪士のキラさん、光月之助さんの呪いかもしれないですね、うんうん、はい、でまあともかく江戸はですね震災で被災地になりました。関東大震災以上に大きな地震だったんですね。はい、でこの東風田楽自体は、うん、この元禄地震より前から、うん、家庭で作って食べられていたらしいんですが、はい、この震災で、うん、ヒットしていきます。ほう、でこの東風田楽って食べたことあります？ありますよ。四角いあれでしょ、そう、竹の棒がつからかしてあって、ね、大体味噌が塗ってあるんですね。豆腐を小さく角切りにして、うん、串を刺して炭火で炙った後に味噌をつけます。はい、あの三重県の伊賀市、うん、あ知ってる、行った豆腐田楽、ね、有名な店でしょ、うん、僕知ってるとこは閉めちゃった。あ、そう、あ本当に、あの伊賀上野の駅の近く、あじゃあ違うのかな、うん、いくつかあるみたいですよ。あ、そうなんですか、うんうん、へえ、なんか伊賀行ったら伊賀のお友達がねえ、ダメシと田楽でね、うんうん、そう行った行った、なんか伊賀の人って、僕の友達は伊賀にお嫁に行ったんですけど、地元のお友達が、なんか
伊賀の人はなんか格式高くってなんか腹黒いって怒ってましたね。うん、まあね、京都人みたいな、城下町ですから、京都人みたいな、まあ、なかなかね、うん、独特な雰囲気があるでしょうな、うん、京都の人ほら、ブブツケしかおまへんみたいなこと言うやないいねえだろ、ね、なんかそんな感じって言ってましたけど、うん、あ、片焼きせんべい美味しい、あ、忍者の忍者のね、食べ物やつな、うん、買った方やつな、はい、うん、まあ、まあ、まあ全国的にまあ豆腐だもんね、豆腐焼いたやつだもんね、まあ、昔の何ですか、街道沿いのね食べ物であちゃこちゃで結構残ってます、簡単じゃないですか、豆腐焼いて味噌汁だけね、言っちゃ楽だよね、家でも作るもんね、うん、まあそうですね、うん、まあ、あのまず田楽っていう言葉なんですけれども、うん、田んぼに楽しいで田楽ですけども、はい、祭事お祭りなどで踊る田楽踊りが語源です、うん、はい、そのままですね、そうですね、片足立ちや竹馬乗りになってで飛び跳ねたりくるくる回ったりして踊るそうです。竹馬って、うん、僕らがイメージしてるのって竹2本に、あ、こなんていうんですかね、片っぽずつ片足ずつ乗っけて、はいはいはい、2本の竹でなんですけど、 L 字みたいになってるんですよね、そういうのじゃなくて、はあ、なんだろう、竹を十字にこう組んでホッピングみたいな、あれの、うん、この上が棒が長い感じですね、そうそれに捕まってピョンピョンピョンってやるんだ、っていうのが昔の竹馬だったそうです。ホッピングってみんなわかんの？わかんないよな、っていうのじゃ、いや、ここはわかるけど、うん、竹を長い竹と短い竹を十字にして、して、うん、で一本十字架のむしろ逆にして逆さ十字にして短い方を下にして短いのを足に乗っけて、ピョンピョン飛んで上の長いところにホッピングみたいにする、ビヨンビヨンってやつですねこれの何がちょっと面白いのかちょっと、うん、これのホッピングはできる、竹馬僕できないと思う、乗ったことない、ああこうやって現代の竹馬も、ああ、はい、で、あのこの昔の竹馬が、はい、の形からね、で魚を串刺しにして焼くのが田楽踊りを、連想させるので、うん、魚を串に刺すのを田楽焼きって言ってました、はい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 、そこから食べ物の田楽で豆腐版だから豆腐田楽、あ、物をこうブスッとつっからかして焼くものを田楽って言ったね、なんか田楽って今聞くと本当豆腐のことしかイメージないな。こんにゃくか豆腐ですよね。あ、豆腐、うん、でもそれもこんにゃ田楽こんにゃく、こんにゃく田楽っていう？こんにゃく田楽って言わない？あれも味噌つけて湯煎して。あのさ、はあ、なんだ。どうしたの？群馬に旅行行った時に、こんにゃくパークに行ったんですよ。ああ、はい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 。富岡と。ワンマンライフの、ワンマンライフとはまた違うんだ。違う会社。ワンマンに工場あるよね。あれ、こんにゃく畑は富岡の会社で、隣に、春日町とかなんとかっていう町があって、そっちはね、こんにゃくパークっていう。あ、そんなのあるんですか。で、ほら、明太パークってあるじゃん。ああ、金よし、金よし。そうそう。で、あそこで工場見学、明太子食べ放題みたいな。あれのこんにゃく版。で、あ、そうだ。で、20分、無料なんですよ。無料で1人に約20分、こんにゃく料理食べ放題なんです。あ、そうなの。で、すごい行列なのよ。あ、そう。平日に行ったのに。で、その豆腐田楽でしょ、こんにゃく田楽、こんにゃく田楽でしょ、うん、でこんにゃくのピクルスでしょ、でこんにゃくの筑前煮でしょ、でこんにゃくの焼きそば、こんにゃくのラーメン、うん、そう、麺が糸こんにゃくみたいな、そうそうそう、でこんにゃくの唐揚げ、こんにゃくのかき揚げ、こんにゃくのレバ刺し、あ、などなど、レバ刺し食ったことあるわ。あとこんにゃくゼリー類とか、はい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 、あと全部こんにゃく、味が違うだけだよ味調味料が違うだけで全部こんにゃく、 あれね20分食べ放題だけど、
そうやな。おかわりね、ちょっとだけ気に入ったのだけもう一回食べに行っただけ、ね、中ではなんか特段食べたいなっていうのはないな。お腹はいっぱいよ、ヘルシーダイエット食であるよね、あのこんにゃくラーメンとかな、うん、こんにゃくのレバ刺しはね、あの刺身こんにゃくにね、赤色してるやつでしょ、うん、あれのただごま油と塩かけたらどれでも一緒じゃんとか思ったり、それを言っちゃおしまいですけど、したんだけど、ああ美味しかったけど、うん、毎日は行かなくていいかな、一回行っときゃいいかなと。でも近所だったら週1ぐらい、うそだ、だってただで食えるんだもん。え、ただなの？ただなの、ただなの。こんにゃくパークの入場料はいる、ただただドライブイン、本当ドライブインみたいで。え、マジで？そうなんですよ。だから近所だったら週1ぐらい僕行くと思うよ。こんにゃく食べ放題。ご飯持ってたかの？そういうのしてる人いないけど。白ご飯、まあ、筑前煮と白ご飯ぐらいだったら食いたいなみたいな。ああ、うちこんにゃくのかき揚げ美味しかった。あの、糸こんを、ね、あの唐揚げにしてたやつなんだけどね。うん。まあ家で真似しようかなって思うのはあまり。なかったですけども、電学の話じゃなくて豆腐電学ね。はい、豆腐電学です。はい、で、まあこの当時ね、豆腐って割と容易に手に入る食材だったみたいですね。うん、で、そこから電学豆腐をこう作って、うん、で、あの被災地で駆けつけて3本で売ったそうです。なるほど。うん、で、まあ復旧作業で武士も町民も忙しいし、うん、お腹空いてるしってことで、あの被災地でこう江戸の被災地でこう屋台を出したら、うん、みんな買ってくれて大いに売れたそうです。で、この元禄地震の田楽屋台がきっかけで、うん、この後もなんか災害があるたんびですね、はあ、被災地には田楽売りってのがこうお店が出てきたそうです。あ、まあ始めやすいんでしょうね、その街道沿いで売ってるのと同じことで。そうだよね、うん、それはさ、一応焼いた方がいいけどさ、うん、正直焼かなくったって生の豆腐ってこと、うん、食べるじゃん。まあでもやっぱりね、味なる焼けた味噌っていうのはやっぱり風味が ね誘いますからね、食欲を、うん、うちあのとちお揚げが好きでね。お揚げじゃん、揚げだけどあれ豆腐じゃん、ね、でっかいあのね分厚いやつ、ね、そうそうそう、あれ、ね、カリッカリに焼いて、やっぱあのほらつけて味噌かけて味噌みたいなの、十勝地方に、あ、味噌かけのあれにも、うん、へえ、でそれあのそれは醤油とかでも食べる時もあるけど、うんうん、あのその田楽風にして食べる時もある。あれ新潟行ったら揚げたてのやつがあるんですけど、めちゃめちゃうまい、食べた、醤油かけてめちゃめちゃうまいです。あれね、スーパーで値引き商品になってたらまとめ買いして冷凍保存してんだよ、ね、はいはいはい、でお鍋入れても美味しいしね、 あれうまいね、うん、はい、で豆腐や、はい、で豆腐田楽ですけれども、うん、この豆腐田楽売りさんは社会的にもこう認知されて、うん、幕府は辻売り店、うん、行商人に、町奉行所に届け出をさせて許可制にしたそうです。なるほど、うん、で、職業欄、当時のね、うん、プロフィール表、職業欄には、焼き豆腐師っていう職業で名乗れたそうです、うん、なので田楽、豆腐田楽売りはプロ、まあ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 国家資格、公に認められた商売、ね、職業だったんですね、うんうん、でもこう被災時の時にさって駆けつけてくれるのは本当被災者からするとありがたいよね。まあまあまあ始めやすい商売でもあるんでしょうね、うんうん、はい、で豆腐田楽からこれが進化して、蒲焼き、焼き鳥などの串刺し料理が派生していきます。なるほど。はい、で、煮売り屋、煮物を売るお店、煮売り屋というおかず専門店も今後、この後生まれてきます。はい、ね、この豆腐田楽からこういう煮売り屋っていう商売も専門店も生まれてきます、うん、で庶民向けの惣菜屋兼大衆食堂となっていきます、はい、うん、でここから
八百屋、うん、魚屋も一緒に影響されて繁盛して、うん、で醤油もみりんも酢もよく売れるようになっていく、うん、なんでこう豆腐田楽が普及したことで串焼きの料理が広がって大衆食堂が生まれる、うん、でそこからいろんなお料理おかずを調理するに売り屋さんに発生して、はい、結果としてその調味料とかも商売として、うん、そのが広がっていくっていうことで、うん、ちょっと信じがたいけど豆腐田楽から、うん、まあ、なんか焼き鳥とかかば焼きは確かに串焼きだからまあ、そうかな、串焼き文化っていうのは一つあるわけですね。あ、まあね、私たち焼き鳥大好きだからね、まあ、この後も行くわけですけどね。そうだね、うん、これ終わったらね、うん、はい、続いてはですね、いくよ餅を紹介します。はい、次が、はい、いくよ餅、うん、小松屋善兵衛さんっていう人が、はい、江戸の橋本町、今の千代田区東神田3丁目に住んでて、車力頭をしてたそうです。ほう、何ですか車力頭って。車の力の頭、うーん、多分そうでしょうね。ダイハチとかを引く人ってことなんですかね。あ、運送屋頭なのかな。うん、稼ぎ、この稼ぎを元手に、うん、鉄砲町、はい、今の中央区日本橋本町、うん、本町3丁目4丁目あたりに、うん、餅屋を開きました。お、小松屋善兵衛さん、うん、がこの餅屋全然売れませんでした。売れなかった、はい、うん、で、この頃ですね、うん、浅草上雷門内で、はい、藤屋一郎兵衛さんって人が、うん、直径6センチの平たい丸餅を焼いて、うん、表裏に小豆あんを塗った焼き餅を売っていたそうです。うん、で、善兵衛さん、この藤屋の近くに店を借りて、うん、丸餅菓子を売り出します、はい、要は藤屋のパクリですね。パクリ、はい、でこれで、お餅屋出しましたが売れませんでした。あかんや、はい、こんな善兵衛さんなんですが、うん、吉原に通っててですね、はい、で太夫を借金してまで受け出し見受けしたってことですね、うん、で妻にした女性がいます。ほうほうほう、なので吉原で働いてた人を、うん、太夫なんでしょ、買ったんで、うん、太夫っていうとかなり高い高級な方ですね、を買ってお嫁さんにしました、うん、まあ、この車屋さんで儲かってたんでしょうね、うん、でこの吉原の太夫さんが生代さんです。あ、うん、そこでつながるのね。生代、うん、の生はいくつかなの生に、はい、あの時代の代ですね、木っていうんですね、うん、はい、うん、で生代さんは、うん、生代さんの発案で、うん、宝永元年1704年にお店を両国に移します、うん、両国橋に移します、うん、で、富士屋の6センチぐらいのお餅より大きな焼き餅を作って、うん、富士屋さんは1個1文で売ってたんだけど、うん、生代さんは5文で売り出しました。大きなお餅にして一回り大きい代わりに5文で売ったってことね、うん、少し5倍、うん、ね、うん、で、これで売る商売に変えて、で善兵衛さんがついた餅を注文を受けると店先で生代さんが焼いてお客さんに渡す、その場ですぐ焼いてくれるわけね、はい、うん、でまあ吉原の太夫を務めたほどの女性だから、うん、どんな人なんだろうと好奇心を持って、彼女を見に来るお客もいて、なるほど、でそれが店前で
はい、いらっしゃいってやってるわけだよね。その場で焼いてくれるわけね。なので大変ね、お客さんが、押し寄せたそうです。うん、まあこの育代さんがあの広告とだったわけですな。まあ、いつの時代も男ってのはバカですな。うん、でこの善兵衛さんのお店のお餅は育代餅と呼ばれるようになって、で正式名にしちゃいます。はいはいはい、ね、で育代餅ね、このお餅を焼いて砂糖あん で甘く仕立てるですね。うん、でそのままでは餅に塩味の小豆あんをまぶしたあんころ、あとこれまではあんこっていうと塩味だったんだって。うん、塩あんね、昔はね、お砂糖が貴重でしたからね。甘くないんだ。塩あんって美味しいの。塩あんだからなんでしょうな。ずんだみたいな感じなのかな。あずんだってちょっと違うか。あれもでも甘くない。ちょっと甘いよね。しょっぱ甘いかね。うん、塩あんってないよね。あんまり聞かないですね。なんだけど、ここは甘い砂糖あんで勝負に出ました。なるほど。うん、でこれで育代餅大いに繁盛するんです が、うん、がこれもともとは富士屋さんの、うん、アイデア商品ですよね。そうですね。なのでパクったと、うん、アイデア盗用ってことで、あ、町奉行にね、富士屋さんから訴えられました。そりゃそうやな、露骨だもんね。横でやってたんでしょ、最初。で、まあ、これで訴訟問題になるわけですね。あ、なるほどね。うん、でこの江戸時代なんかもちろん現代じゃありませんので、特許権や商標権なんてないんです。うんうん、でこうパクリも当たり前の時代だったので、この特許権とか商標権みたいなこうトラブルでこう訴えたというのは日本で初めての訴訟になったそうとされる、ね、されます。なるほど。町奉行はね、うん、もうこんなどうしていいか分かんないわけですよね。前例もないから。うーん、困った末、近い場所に店を構えるから争いが起きるのだから、うん、離れればいいじゃん。なるほど。で富士屋は四ツ谷内藤新宿に、うん、小松屋は葛西新宿に移転する判決を下しました。なるほど。藤屋さんは浅草だったのよね。もともとはね、浅草とか吉原とかだったんだよね。で、育代餅、藤屋の育代餅は両国。これ近いの？うん、浅草と両国はまあまあ比較的、まあ、隅田川のこっちとこっちとかですかね。ああ、じゃあ近いね。うん、近い、ちょっとは近いね。うん、から四ツ谷と葛西。だいぶ離れるの？だいぶ離れたね。山手線の外だね。おー、はい。それもちょっとどうかなって思いますけどね。基本的に江戸から出てきたらですね。富士屋も小松屋育代餅の方も、うん、双方とも偏僻なバスへに移転しては客は集まらないと、双方ともこの判決は拒否しました。あ、そうなんや。で争いは続いたそうです。へー。その結果どうなったんでしょうね。うん、はい。で育代さんなんですけども、奥さん、はい、これ大変教育熱心な方だったそうで、うん、子供たちにこう手習いも教えるぐらい教育熱心です。うん、でこの善兵衛と育代の娘お松さん、うん、まずは文金文でしょうかね。文金、うん、という文章の文に錦という名の書家になって名を成したそうです。はい。で善兵衛さんは、旦那の善兵衛さんは無学だったので、隠居すると京都宇治の大漠山で修行し、うん、正義孤児と、うん、正義ってあの正義、悪の正義の味方の正義ね。うん、工事ですね。住居の居にあの武士の人ですね。よく戒名とかで使われてね。そう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 。
正義孤児と号しました、うん、で江戸に出てきた禅僧たちを自宅に留め面倒を見たり教えを受けたりしたそうです。文化人になっちゃっていい話じゃん。なんか漢字の持ちはどこ行ったね、ここまで、うんうん、まあ、多分そこで喧嘩しながら商売は続けてたってことなんですかね、うん、これ内助の功ですか。あ、こうやって売れるようになったっつうのは、うん、いやなんか前もやったけど結構このあともう売れたからいいやって安心して、うん、低たらくになって潰れる店多かったけど、うん、ね、前あれですよね、椿ライドさんもおっしゃってましたけど、行くよもちってあの東京の落語のネタでありますよね、はいはいはい、まあ、こういう話が土台になってるんでしょうな。ああ、そうだ、聞いたことある、行くよもちっていう落語は。いやちょっと僕今ネタがよく、うん、どれかなって感じですけど、うん、まあ美味しそうなお餅ですね、食べたいですね、はい、ただのあんこ餅じゃん、うん、まあね、でもやっぱあんこの味付けの違いとか餅のつき方の癖とかね、やっぱいろいろ ねありますよね、うん、はい、じゃあね今日はここまででお便り、手紙、はい、またね続きいつかやりたいと思います。はい、じゃあお便り紹介します。手紙、はい、越前のモーモーさんからいただきました。モーモー、はい、牛なんでしょうね。まあいろんな、いろんな、こう、地名と、なんとかシリーズですね。はい、いつも仕事しながら聞いています。先日、越前の曹操さんのお便りを聞いて刺激されてメールしました。曹操からのももね、はい。ケリーさん、水月さんと同じ世代だと思います。以前、携帯天皇や一条谷朝倉氏遺跡を聞いて大変嬉しく思いました。今後、福井特集として、越前大野藩の土井利忠、うん、町村兼也、福井地震を取り上げてほしいです、うん。今後もおもれきの配信を期待しております。といただきました。はい、福井の方なんですね、モーモーさんね。福祉と。この間、うん、金沢に行ったのよ。おう。で、来年の3月、2024年の3月から、うん、北陸新幹線が、敦賀まで延伸しちゃうでしょ。なので、敦賀金沢県、金沢間の在来線特急って、うん、なくなっちゃうじゃないですか。ライチョウじゃないや。ライチョウも白鷺。サンダーバードと白鷺か、うん。ね、うん。なんで、まあ、ちょっと、最後、景色、在来線特急の景色見ておこうと思って、なるほど、行ったんですけれど、うん、ずーっとあれ北陸線と並行して新幹線走ってるね。ああ、うん、まあまあまあだいたい近いね。で敦賀の手前ぐらいで離れて、ね、ちょっとコース変わってまた敦賀駅の手前で合流するんだけど、ね、もうすごい高いとこに敦賀のとこ線路走ってて。山から出てきたら、そうね、おーって思って、まあ景色変わっちゃったねって思って、うん、うん、ちょっと、うん、これで在来線も終わりっていう、JR の在来線としてはね、来年の春でした、ね。春だからもう残り数ヶ月で、うん、そうだね、ね、揉めてますね。やっぱこう新幹線と在来線。から山積みたいなので、特に北海道今揉めてるんだってね。ちょっともうなんか次元が変わってきたよね。もう転換するにしてもっていう話だしね。だからあれ在来線、新幹線取ると在来線はね、民間に違う会社にやってもらうかだけど、北海道の場合貨物列車どうするのって話なんですってね。うん、北海道は今ちょっといろいろ揉めてますね。バス転換するにしてもバス会社がダメだって話だし、うん、でこれでもしじゃあやっぱり北海道は特例として新幹線通っても在来線も残しますっていうのを作っちゃったら、うん、今後新幹線できるとこもそれは当然そうなるよね。なるね。だってその
北陸新幹線もあの若狭エリアの方、うん、小浜線だっけ、小浜線あの辺も JR から切り離されちゃうわけでしょ最終的には。で、ね、うんうん、でもそういうのでなんかうまいことこじつけ例が作ったらってなると、うんね、並行在来線は原則分離っていうなんか謎の話がね、うん、なんでもうでもやっぱ全部 JR の方が切符買いやすいよね。ああね、そうそう乗り継ぎ割引がやれなくなっただとか、ね、逆にさあれ大阪までつながらないでしょ、まあ、関西と相当厳しいでしょうね。だから敦賀で絶対新幹線に乗り換えだと関西エリアの人は今までサンダーバードで金沢まで、うん、乗り換えなしだったけど絶対敦賀で乗り換えになるんでしょう。そうですね、みんな喜んでんの新幹線できて。うん、ね、だ福井までだと逆にちょっと時間延びるとかいう話ですよね。あ、福井より向こうとかはまあまあちょっと数分とかなんでしょそれでも。だからほらあの九州新幹線なんかはさ、うん、そのいや八代だっけ、はいはい、鳥栖だっけ、なんかどっかでねその在来線の横に新幹線のホームで、うん、すぐ乗り換えできるようにとかしてくれてたけどね、そういうのはないんでしょ。一応敦賀もなんかこう上上下ですぐ行けるようになるでしょ。本当、なんか敦賀駅ってなんかだだっ広いじゃん。今でかいとあっちの新幹線のホームのなんか下に在来線が入るでしょ。あ、そうですか。うん、でじゃあ敦賀から京都大阪は工事まだ始まってないよね。新幹線、うん、新幹線はそうですね、ま、作るよこのルートで作るよってとこまでルートもまあこの幅20キロとかの幅でまあこの辺通るっていうので今まだその次元でしょ。環境アセスメントとかボーリング工事とかそのレベルやな。で何十年はまだ先ですよね。オバマ京都間っていうのはまあほぼ全部トンネルなんですよ。超大トンネルで、そう、うん、その建設残土をなんか受け入れるかっていうんで、うん、もう地元が猛反対なんで、まあ厳しいでしょうね。そしたらこう関西から北陸は将来的にも乗り換えしないといけないエリアになっちゃったんだね。かね、なんかもうちょっと違うだから湖西線をちょっと活用してなんかこうなんていうの、あの山形みたいにこう新幹線でそのまま行けるとかの方がちょっとね、京都駅のなんか大深度地下駅とかも言ってるけどちょっと現実的に厳しいんじゃないのかなっていう。なんか掘ったらなんか出てくるのが京都でしょ、まあ、それより下ですけどね人間の生活が及ばないようなとこを掘るっていう話。でも何出てくるか分かんないじゃん、まあ、それも含めてちょっとかなり未知の要素が多いよね。じゃあリニア新幹線も進まないし北陸新幹線もどうなんでしょうね。福井の前はねなんかこういう風に今駅の準備ができてますってお便りもいただきましたが、うん、こう関西とのつながりも濃かったり、まあ、もちろんね東京とのつながりも、うん、どっちもあっちもこっちもだからね、そういうのはどうなんかなっていうのはなんかこうだんだんこうなんていうの明るい話題じゃなくなってきたよね。そうだよ、新幹線開業って言ったら昔はもうなんかもろ手を挙げてっていう、ね、何よりも嬉しい話だったのになんかどうなんだどうなんだ私たちはどうなるの、余計なことがいろんなことが来てなんかじゃあもうええわみたいな話で、ね、そうだね、なんか先細り感のある、うん、ね、やっぱちょっとなんか違う次元に入ってきたんでしょうね日本という国も。僕三重県が出身じゃないですか、うん、で三重県の南部の過疎地域にもね、うん、こう高速道路がどんどんできてるんですよ。で一回そういうローカル放送でそういう特集してた時に、うん、どんどん開通し道路が高速道路が開通して便利になるよねっていう話多いけど、うん、やっぱりこう人口の流出もあるから そういうのがちょっと気になりますってコメントしたら、うん、番組でなんでそんなネガティブなこと言うんでしょうねもっとポジティブなこと言えばいいのにねって僕番組で叩かれたことあるんですよ。いや実際
便利は便利だけど、なんかそれだけじゃダメだよね、どうすんのってこう思って、この新幹線問題もちょっと気になるところですね。まあね、多分仕事のあり方とかもやっぱり変わってきたし、ね、別に地方で全然 その、ね、それこそネットでつないでやれば済む話で、たまに東京行くときにそうやって、まあ逆に言えばそういう高速鉄道とかバスのもうでつながってるっていうのはまあいいのかもしれない。それでも東海道新幹線いっぱい乗ってるみたいな、まあ、東海道新幹線はまたもう別格やしな、ね、またちょっと福井県のご意見をモーモーさんもソーソーさんも、ね、はい、お聞かせください。どう変わっていくんでしょうね、はい、はい、続いてですね、本名みたいなのでね、KY さん、KY でしょうね、はい、雑談好きです、歴史の本筋の他にも食べ物、ゴミ、道路、大正時代の悩み事など、生活風景が思い浮かぶような番組が楽しかったです。大河の妄想もワクワクしています。いつもお二人のではさようならを聞くと寂しくなってうるうるしとしてしまいます。これからも応援していますといただいております。はい、ありがとうございます。妄想大河したいんだけど、妄想大河、うん、やりたいんだけども俳優さんが出てこないのよ。もういよいよもう今大河見てても知らない人ばっかりですね。でほらちょっと今年はさ、今後はさ、ちょっと某芸能事務所 J はちょっとタレントさん使えないじゃないですか。 すごいね、この叩かれ方と落ちようが、なんか逆って逆ってばっかり張ってきありますな、なんでそっち来るみたいな。まあ、でも俳優としてね、上手な人は残っていくだろうけど、ちょっと大根役者とか厳しいだろうねって思うね。ああいうシステムは厳しくなるでしょうね。若い子わーって入れてギャーってやってるうちにちょっと目があるやつをだんだんまとめていってグループ作って売るみたいな。だって今誰が誰だか分かんないもん、ね、分かんない、ね、でもなんかああいう音楽番組見てもなんか化粧厚いし、なんかねちょっとなんかあのなんか本当にあれキャンキャン言ってる人本当にファンなの、桜なのかなとかさ、ただ美男子っていうのはねやっぱりこう一定の需要があって一定の枠があるから、そこをどう埋めるのかって今結構大変らしいですけどね。でもあの東なんか本当若かった時スベスベなのっぺらぼうみたいな、あんな醤油顔ってジャニーズいなかったじゃん。確かにね、ソース顔ばっかだったじゃんね。本当思ったけど今見るとそれなりのおっちゃんな顔だよね。まあ落とし物としてしょうけどね。まあまあなんか若い時より今のおじさんの方が落ち着いて見られるけど、どこの芸能事務所とかは言いませんけど、まあ某芸能事務所 J、ね、元 J ですね。まあ、看板も下げましたから、ね、J じゃないのかもしれないですけど。でこの今年後半この話ばっかで。まあね、そこまでの話なんかなと思いますけどね。いや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 、いやそ当事者の問題は別として、それをなんか連日なんかテレビのニュースで流すことじゃなくて、もっと粛々とやっていくべき問題じゃないかなと思って、性的虐待は本当に、ね、いやそれはもう全くダメなことですしね、もうこれは前代未聞の話だし、もうね、何十年もみんな見て見ぬふりして、まあ、それで企業もテレビ局もお金儲けして僕たちも楽しんじゃってたんだから、昔から ね、まあ、やっぱり本当か嘘かでずっと言われてきたことですからね、誰もが知ってるけど誰も見てこなかったっていう、まあひどいケースですよね。まあそんなわけでね、ちょっと今妄想大河も人材不足で困っています。そうそう、役者が分かんないわ。分かんないの、もう全部おじさんかおばさんしか分かんなくて、タイガーだともう老人枠の人が僕らのストレートになってきたから、その人の息子役嫁とか孫とかちょっともう分かんない。もうでニュースとかで前のタイガーにも出てましたとか書いてあるけど、って思っちゃってるよ。ほど癖強くないと。そうですね、ちょっと覚えられなくなってますね、年なのかな。はい、
今日はね、ここまでにいたします。はい。はい。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にも色々とお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください。はい。番組へのお便りは、E メールまたは X のダイレクトメールでお送りください。うん、メールアドレスは、おもれき2013@gmail.comX はひらがなでおもれきと検索してください、はい、ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。